都府中キャスターの菊池涼子です。今回は郷土の森博物館で開催中の郷土の森梅まつりの模様をお伝えします。どうぞ最後までご覧ください。それでは早速参りましょう。まずは府中市からのお知らせです。府中市発行の広報誌広報府中から主なお知らせをお伝えします。3月1日水曜日から一部のゴミの排出方法が変わります。3月1日水曜日から汚れた容器包装プラスチックは燃やすゴミとして排出してください。これまでは燃やさないゴミとして収集選別していましたが、実際にリサイクルできるものはほとんどなく、また収集や処理過程できれいな容器包装プラスチックを汚してしまうため、3月1日水曜日からは燃やすゴミとして排出してください。リチウムイオン電池などの小型充電式電池はリサイクル協力店への返却に加え、市で収集する危険ゴミとしても排出できるようになります。排出の際は必ずテープなどで絶縁を行ってください。充電式電池を取り外せないタイプの小型家電も、一番長いところが30センチメートル未満であれば危険ゴミとして排出できるようになります。排出する際はライターやスプレー缶と一緒にカゴなどの容器に入れるか、透明・半透明の袋に入れてください。充電式電池類の分別を適切に行わないと、収集車両や中間処理施設の火災を招きます。適切なゴミの排出方法へのご理解とご協力をお願いします。市都民税・所得税の申告期間は2月16日木曜日から3月15日水曜日です。市都民税の申告は市役所へお願いします。会場は市役所北庁舎3階会議室です。所得税の申告は武蔵府中税務署へお願いします。税務署へ提出する申告書等にはマイナンバーの記載と本人確認書類の提示または写しの添付が必要です。ただしマイナンバーカードをお持ちの方は e-tax で送信すれば本人確認書類の提示または写しの提出が不要です。2月26日日曜日に府中マルシェ in 欅並木&新選組を開催します。府中マルシェ in 欅並木では府中産農産物を使用した食品や出店者こだわりの一品などを販売します。また欅並木やホーリス前では新選組の盾やパレード、隊員との写真撮影や盾の参加型イベントも行いますので、ぜひお越しください。3月4日土曜日、府中の森芸術劇場で府中市平和都市宣言の30周年記念コンサートを開催します。内容は市民交響楽団による演奏、福岡県八女市で灯る広島原爆の火を府中市の平和の日として灯すセレモニー、女優の寺田道枝さんによる朗読、武蔵国府太鼓国府睦巳会による演奏です。第1回府中市議会定例会のお知らせです。第1回府中市議会定例会の招集日は2月20日月曜日です。請願、陳情、傍聴などについては議事課・議事係へお問い合わせください。詳しくは広報府中2月11日号をご覧ください。広報府中の配布をご希望の方は広報課・広報担当までお申し込みください。府中は市内にトップリーグのチームが2つもある全国でも珍しい町だからこそ、ラグビーを中心にしてスクラムを組んでいきたい。ラグビーが盛り上がれば府中の町も人も元気になる。ラグビーの力を府中の力に。
中市内で活動する NPO ボランティア団体を紹介するこのコーナー、今回は府中クラシック音楽愛好会をご紹介します。市民に音楽演奏鑑賞の場を提供することにより地域での音楽文化の浸透及び向上に寄与すること、また活動企画に市民の参加を促すことによって連帯意識を醸成することを目的に平成15年10月に設立されました。事務会計の高橋さん、ピアノ奏者の北田さんにお越しいただいています。よろしくお願いします。よろしくお願いします。早速ですが、普段の活動についてお聞かせください。はい、私たちは府中に音楽文化を育てようと年に3回ほどコンサートを開催しています。普段はコンサートを成功させるために随時企画会議を開いたり活動を進めています。今までも楽しいコンサートを企画してまいりました。例えば市民の音楽広場として聴いて触れて共に歌う参加型コンサートを開催したり、一流の演奏家と市民合唱団に出演していただいたり一緒に歌ったりいたしました。会場はホールだけではなく喫茶店でも開催しており、そちらも好評を得ております。視聴者の皆さんにはどんなことを伝えたいですか？はい、府中には読売日本交響楽団に所属されている方や海外の音楽コンクールに多数入賞された方、日本、海外で多くの音楽祭、演奏会に出演された方など多彩な音楽家が多数在住していらっしゃいます。例えばスウェーデンで活躍されているピアニストの和田キヨさん、またドイツで活躍されているピアニストの越里奈美さんなどいらっしゃいます。そういった府中市在住の音楽家たちが市民のために向けて音楽を届けたらとても素晴らしいことと思っております。音楽を通じて市民の方々と交流を図り府中市の音楽文化の向上に寄与できればと思い、彼らに活躍の場を提供していきたいです。他にも音楽会の企画運営側に携わり、みんなで協力し一緒に府中の音楽文化を育てるサポーターも募集しております。興味がありましたらぜひご連絡ください。また私たちがお声かけできていない府中の音楽家の方たちも交流をさせていただきたいので、ぜひぜひご連絡いただければと思っております。最後に直近の予定について教えてください。はい、3月4日土曜日に演奏会、府中の音楽家とその仲間たち、ザルツブルクよりモーツァルトの風を府中グリーンプラザ欅ホールで開催いたします。プログラムはピアノソナタ、バイオリン、チェロ、ピアノによる30奏曲となり、府中市在住の音楽家たちが素敵な音楽を届けます。ご興味のある方は事務局までご連絡ください。本日は府中クラシック音楽愛好会の事務会計の高橋さん、そしてピアノ奏者の北田さんにお越しいただきました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。とっても綺麗な梅が咲き誇っています。ここからは郷土の森博物館で開催中の郷土の森梅まつりについてご紹介します。今回ご紹介してくださるのは郷土の森博物館の伊沢さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。伊沢さん、梅とっても綺麗ですが今どのくらい咲いてるんですか？はい、今は全体の1割ぐらいが咲き始めたところです。暖かい日が続いたので少し早めに咲いてるなと思ってます。博物館には何種類ぐらいの梅の花があるんですか？はい、博物館なのでたくさんの種類の梅を見てほしいと思いまして、60種類1100本の梅を育ててます。早咲きから遅咲きまで長い期間お花を楽しんでもらえるところです。園内には様々な梅があるんですが、
受験にご利益がありそうな梅があるそうですね。はい、それがこちらです。はい、学問の神様としても知られる菅原道真が祀られているという、太宰府天満宮から特別に寄贈を受けた梅をこちらで育ててます。そうなんですね。それは受験へのご利益がありそうですね。そうですね。この、太宰府の梅にまつわる、和歌があるんですよ。はい、和歌ですか。あ、こちらですね。はい。こち深場、匂い起こせよ梅の花、主なしとて春な忘れそう。うん、これですね。はい、これは、京都から太宰府に左遷が決まった時に大好きだった梅の花に向かって道真が歌った歌だと言われています。内容は、私がいなくなっても春になったらちゃんと花を咲かせるんだよっていう語りかけなんですけれども、それを聞いた梅が、京都から太宰府まで一晩のうちに飛んでいったという伝説も残っています。そんな伝説の残る太宰府の梅がここ府中に来ているんですね。はい、特別に寄贈を受けています。和歌ではないんですけれども、梅祭り期間中、博物館の園内では、梅にちなんだ俳句を募集しています。そうなんですね。前回あの紫陽花祭りの時は私俳句読ませていただいて特選いただきました、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ということで今回も張り切って読ませていただいてもよろしいでしょうか。はい、お願いします。はい、では一句読ませていただきます。かけてみる梅に願いを合格だ、かけてみる梅に願いを合格だ、府中の受験生の皆さんが合格しますように。京都の森博物館には川崎平衛門の像があります。川崎平衛門は今年没後250年ということで、さまざまなところでイベントが行われるそうなんですが、江戸東京建物園でも開催されるということです。学芸員の花木さんに伺います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。花木さん、川崎平衛門について教えていただけますか。はい、川崎平衛門は府中の押し立てという村の名主だった人物なんですけれども、そうですね、府中 のお子さんは郷土カルタで飢饉救った平衛門というのでご存知じゃないかとは思うんですが、非常に才覚のある人物 で幕府の代官にちょっと見込まれまして、当時飢饉でちょっと苦しんでたとか、凶作で苦しんでた、武蔵野神殿、それを救うために力を尽くした人物なんですね。でその後それが認められて、美濃の国、今の岐阜ですね、とでも代官になって、で、次に石見の国、今の島根ですね、そこでも代官を務めて、最後は勘定吟味役というすごい役にまでなった人物です。すごい方ですね。どんどん詳しく知りたいなと思いました、はい、もっと詳しく知りたいと思った方は、江戸東京建物園にぜひ行ってみてください。期間中本館では多摩川の冬鳥を紹介する特別展が行われています。現在多摩川には渡り鳥がたくさん来ていて、もともといた鳥もいるので陣取り合戦のようになっているそうなんです。そしてこちらではバードウォッチングをするコーナーもあるんですね。多摩川にはこういった鳥がいるのかなというふうに学んでから、ぜひ皆さん多摩川に行ってみてはいかがでしょうか。郷土の森梅まつりは3月12日日曜日まで開催されています。皆さんぜひお越しください。それでは今回のまるごと府中はこのあたりで失礼します。また次回もぜひご覧ください。さようなら。